ゼロ班 M1 グランプリ芸人番号440番、売れない芸人20年の刑に処されている懲役ホズミです。 VTuber 懲役太郎さんのモノマネコスプレでやらせていただいております。今日はですね、すごい漫画気に入れました。見てください。底辺チューバー、これは YouTuber のことですね。底辺チューバーが宇宙戦争を撮ってみたってやつですね。突然横浜のみなとみらいに UFO が飛来してきて、ビーム砲でブワーって横浜のランドマークタワーを破壊する話から始まるんですけども、底辺チューバー主人公の藤宮環奈さんはですね、あの頑張って赤レンガってありますよね、みなとみらいに赤レンガっていう綺麗なですね、あの景色があるところがありまして、赤レンガのね、そこで踊ってみたっていうのをやるんですけども、7回しか再生されてなくてへこむんです。誰か私を見てと、エヴァンゲリオンのお前はアスカかと、アスカラングレーかなんて言いましてですね、なるんですけども、宇宙突然ポガーンって街壊される、人がめっちゃ残酷に死にます、腕が飛んだりします。だけどそれを結構描写も残酷なんですけど、その描写をバーって撮影して編集して、怖いから次の日見ようって上げてみたら、次の日世界中から2000万回再生のチャンネル登録10万人っていう、一気に上り詰めて、どん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 宇宙戦争を撮ってみようって危険なところに足を踏み入れていくっていう話なんですね。これね、結構すごいのが、続々ってさ、私を見てって親から無視されて、みんなから無視されて、私を見てってうずくまってるっていう自己承認欲求をこれで満たすっていう、ちょっと現代風の話なんでございますけれども、すごいのが続々ってするのが、一緒に友達と一緒にあんたもついてきてって言うんですけども、その時に私がもし死んだらそのままカメラ回して撮ってねって言うんです。これがちょっといかにも現代っぽいというか、ちょっと狂気な感じがするんですけども、今ってねすごいですよ。知ってます？人生ゲームの最新版、令和版の人生ゲームっていうのがあるんですけども、あるじゃないですか、ボードゲームの人生ゲーム、あれお金じゃなくてフォロワーを増やすんですよ。フォロワー、わかります？ Twitter とか、YouTube でも何でもそうなんですけど、現代のお金とかがもうフォローになってるっていう、ある意味ちょっと現代的というか、怖いというか、現代の狂気というか、それをえぐっているって意味では、なんだろう、もうなんか世にも奇妙な物語のような話でございますけれども、でね、私ね、これちょっと衝動買いで、本当 YouTuber やってるから買っただけなんですけども、面白いのが YouTube 底辺 Tuber っていうのは、これね、YouTube って商品名を出さないようにして、GooTube っていうのがやってるんだけど、カリフォルニアにあるんです、本社が。だからカリフォルニア大丈夫かな？世界中戦争になりそうだけど、カリフォルニア大丈夫かなってなってるんですけども。で、面白いのが、やっぱ YouTube ですから、こうやってコミック、わかります？これ YouTube の、これ目次なんですけど、チャンネルリスト、動画リスト見たくなってまして、チャンネル登録の画面と、こう再生リスト風の画面になってたりして、ちょっと面白い、この、デザインしてますよね。で、やっぱこういう新刊みたいなやつの、やっぱ最後の方に一番後ろに書いてあるのは、やっぱ本出せて嬉しいですと、みんなから応援させてされるような漫画になるように頑張りますっていうメッセージが添えられてるところが、これがなんか書籍になって出たっていうことのなんかこう重みみたいのがあって、これがちょっとまた漫画、特に新刊の出始めの頃の醍醐味かなって、ちょっと私関心というか感銘を受けたっていう感じでして、ちなみに私底辺チューバー、底辺 YouTuber やらせていただいておりますが、もう本当に日付変わる寸前までゼロ回再生だった、満を持して上げた動画がですよ、満を持して上げた動画が本当にゼロとかだと、もう本当死にたくなるっていう、こう序盤の底辺チューバー、死にたくなるって序盤の底辺チューバーの気持ちすごくわかります。これはちょっとですね、現代人のテーマではな、テーマなんではないでしょうか。ということでですね、読んでも、底辺チューバー、ね、底辺ユーチューバーが底辺チューバーと宇宙戦争を撮ってみたを読んでみたという動画でした。ズバー。